ございます。あやむです。皆さん前編の動画は見ていただけたでしょうか。後編は山口の萩の町を山口セントラルパスで巡っていきたいと思います。早速東萩駅からバスに乗っていきたいと思います。行ってきます。セミがすごい。松陰神社に着きました。でも一旦通り過ぎてまずは別場所に向かいたいと思います。どこだ。大仏すら美しい。なんか違う道入ってきちゃったみたいですね。この中にあるっぽいです。結局松陰神社に戻ってきました。まず松陰神社に向かいたいと思います。ありました。私が探してた目的からお言葉もいただいたということで、次の目的地に向かいたいと思います。
来ると景色が綺麗だから登った甲斐がありますね。バス停を発見しました。松陰山稜地前、坂道を登らなくても本日はバスで来れますっていう。萩循環回るバスは30分に1本走っているので、この辺の観光地を回っていくとすると、どっかでバスを使ったらどっかで徒歩かな。そんな感じです。降りますボタンを押し忘れたので通り過ぎちゃいました。仕方ないので徒歩で今戻っております。痛恨のミス。歩いて戻れる距離でした。はい、明倫学舎に到着しました。私がさっき降り忘れたバス停です。はい、萩博物館前駅で降りまして、萩城城下町に向かっていきたいと思います。マーマレードの渚、以上でお願いします。一つずつお持ち帰りでしょうか。食べていきます。白い壁の建物がたくさんあります。バスを待ってる間にちょっと周辺を散策してます。城はまだ先、まだ詰まってる、まだ萩城跡
入口中バス停を案内します。めっちゃ綺麗、水がすごい。初海です。浜が、砂浜が白いのも特徴です。この左に見えるのが静木山だと思います。海めっちゃ綺麗でした。実はこの辺りはですね、オーシャンビューの旅館がたくさんありまして、今回はちょっと時期がちょうど夏なので一人では泊まれないそうで、またの機会に泊まれたらいいなと思います。萩城跡を着けまして、またバスに乗っていきたいと思います。相葉川入り口に到着しました。でっかいお魚を発見したところで、次はお昼ご飯を食べに行きたいと思います。到着しました。
揚げとかまぼこカツみたいなのが入ってて、豚トマト、めっちゃ美味しい。タルタルバーガー、タルタルソースが結構卵味が強くてめっちゃ美味しかったです。ここから萩駅に向かってます。萩駅です。最後のバスが来るまでお土産を見たいと思います。もうすでにお土産結構買ってるけど、まあまあお土産も最後ということで行ってきます。偉人たちが書かれた紙袋と富士せんべいを買ってきました。イエーイ、全部まとめて入れられました。嬉しい。ということで最後のお土産も買いました。バス停でバスを待ちたいと思います。新山口駅に戻ってきました。今から最後にサクッと山口のお魚とお酒を飲んで帰りたいと思います。高倉さんです。
今週も美味しかったです。後編は山口の萩で吉田松陰さんのゆかりのある街並みを巡ってまいりました。皆さんもぜひ山口セントラルパスを使って山口のいろんなところを巡ってみてください。こんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。